入社して良かったことね、うん、やっぱりねその車に携われるっていうのはやっぱ良かった。そうですね。でやっぱりその先にあるお客さんと普通に話できる、うん、でそれによって買ってもらうとか、うん、こう会話できるっていうのも、うん、意外とやってみて、あ、それは良かったなと思ってる、うん、あとはやっぱそうやね、常に新しい車の情報とか、うん、こんな車の用品があるよとかっていうのも、うん、もう自然と入ってくるし、まあ、そうですね。そういうの見たら結構車って若い人が今車乗らんと言うてるけど、いやそんなことなくて結構車楽しいよって逆に言うてあげたいなって感じするし、まあ、俺も若いけどね、はい、でそうですね。いや入って大変やったなと思うのは、うん、まあ、作業するとき暑いとき作業してたりとか今でもやってるけど、はい、この炎天下で草取りしたりとかやっとるんですね、はい、ちょっともうおかげさんで焼けてるけど、もう地が黒いけど俺もそやけど腹も黒い、そう、え、腹も黒いまあそれもそうなんねんけど、はい、そやから、まあ、それも嫌っちゅうことないけど、やっぱこういうことしてないかんのかなということで、うん、まあいつもやってますわ。 どんな感じ。そうですね、うん、まあオートバックスの良かったって、うん、まあ、いろんなね、うん、まあ、兄貴も言ってましたけど、うん、いろんなお客さんと知り合えるっていうところが ね、すごくいいかなと思って、うん、やっぱりなんか僕宛てにね来ていただいて、そうそういうの多いし、お土産持ってきたよとかって言ってくれるお客さんもねやっぱりいらっしゃいますし、うん、そういった意味ではすごくお客さんにも恵まれたなっていうところがありますので、うん、まあそれプラスアルファね、やっぱり車好きだったんで車に関する知識いろいろ用品も含めて、そうやね、はい、得られたっていうのはすごく良かったかな、うん、近所の人とかで全然車知らんけど乗ってるっていう人に、うん、なんか困ったらあの人電話したらええわってようかかってくるんですよ。ようかかってくるんですよ。それは嫌や何の話言うたらなんかえらい簡単なことやけど、はい、でも教えてあげてるけどね、はい、そうやね、ようそういうことあるよ、うん、まあ、あとは嫌なことっていうのは、そうですね、夏の暑い時、まあ今、まあね、言ってましたけどね、夏は暑いし、うん、冬は冬まためっちゃ寒い、うん、この寒い時に車洗っておったらもう凍るで、はい、まあね、そうやね、これが多分あの本社に勤めてる方とかね、うん、ずっと店内にいらっしゃる方だったらそんなないかもしれないですけどね、うん、あの外僕らも出たりしますから、ね、うもう風強いし冬なんかも大変よ、うん、やばいですね。そうそうそう、はい、あの東京に勤務の時に3月、うん、もう春が目の前っていう時に雪が降って手がかじかんで車の雪をどかしたとかっていう時も、まあ、それも東京で3月に降るかと、ほんまやね、いう時そんな時期に、はい、名古屋はよう雪降るのは1月とか2月やん、ね、ああ、うん、京都もそうですね、1月ね、うん、もう大変よそういう時、まあ、その後また洗うのも大変、うん、すぐ凍りますし、ね、そうや凍るし、うん、まあ、そんな感じです。そんな感じです